様です。今日も一日お疲れ様です。今回は久しぶりに桜スクールシミュレーターをやっていきたいと思います。で、今回はあんまり今まで使ったことがなかったアイテムとかをね、主に使って楽しい学校生活を送っていきたいと思います。学校といえば今度は夏休みがやってくるね。夏休み楽しみな方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速レッツゴー。どうも、たま、マリリアンヌピエです。ということでですね、今回は先ほど言った通り、いろんなアイテムをね、使って遊んでいきたいと思うんですけど、どうやらですね、そのアイテムっていうのが、この、佐久間商事っていうところにね、売ってるみたいなんですよね。なので、ちょっと買っていきましょうか。こんにちはー。とりあえず挨拶しましょうか。何かお困りですか？まあ、そうですね。まあ、友達がゼロ人なことですかね。ということでですね、じゃあ早速なんか買っていきますか。いろいろ売ってるね。いたずらボムとか、あ、こういうのいいよね。これちょっといくつか買ってこう。で、あとは、回転プレート。回転プレートって何？ちょっと気になるから1個ぐらい買っとくか。で、ダンスミスト、スモールミスト、ビッグフェイスミスト、この辺この辺気になるな。とりあえず、このね、いたずらボムと回転プレート、そしてダンスミストとスモールミストを使っていきたいと思います。早速だぞ。私はそのためにね、いたずらするためにこの小悪魔な格好をしているのでありますよ。ということで行っていきましょう。お、やってんねえ。いやー、みんなおはよう。おはよう。マキちゃん。おはよう。何じゃないのよ。もう何とか、冷たいこと言う人には、いたずらボム。何？え？何？え、どうなる？いたずら、でっか。でかすぎん？いたずらボム。ねえ、これな、うわー痛い！私も食らうんかい！え、待って、何？ん？みんな、なんで壁に向かって歩いてんの？え、先生、何もなかったからの授業しないで。そんな先生に、いたずらボム、痛い！私も食らうんかい！ちょ、待って、あ、みんな逃げてる！やばい！え、何？ちょ、待って、痛い、殴り合いが始まってる。おー、どうした？葵ちゃん！大丈夫？健常な？あ、ことの発端は私かもしんないから病院連れててあげようと。よいしょ、すいません。直してあげてください。お願いします。3000円か。まあ、しゃーなしやぞ。おうって、おう、はいよー。移動早すぎやろ。どうなってる？ちょ、めっちゃ怒ってますやん。葵ちゃん、葵ちゃん、何それどうなってる？待って。どういう格好それ？あ、校長先生だ。おはようございます。何？あ、もう最低。もうそんな人にはね、回転プレート。あーめっちゃ回ってますやん。あー、残念、逃げられません。で、その回転プレートの上でさらにダンスミスト。あーめっちゃ面白いんだけど。いや、おもろすぎ。もう一生そこで踊っててください。あれ？なんかみんないないやん。どうした？どういう格好？葵ちゃん、あの、足にしがみついてるコアラか？いや、そうだな。このカップルちょっとな、腹立つからな。ダンスミスト。いや、待って！みんな踊ってる！え、なに？かかる範囲広いのこれ。めっちゃ踊ってるやん。え、じゃあこのみんな踊ってる中で、スモールミスト。うわー！ちっちゃくなった！マキちゃん。マキちゃん、投稿してきたけど、ちっちゃいから座れない。いや、これはおもろいぞ。え、そしたらさ、ひまわり組ってさ、乗り込もうよ。オッケー。ここで、スモールミスト。あー、ちっちゃくなったもうまとめてこのちっちゃいからね。ほい！うわー！え、待って、めっちゃ戦いやすいやん、これ。待って、最強なんだけど。え、ダンスミストちょっとな、ヤクザに踊らせたいんだけどな。いるね。一回ジェットパックで確実に、やばい。あ、死ぬ。ストップ！ダンスミスト！どうだ？あれ？ダンスミスト？効かなかった。しょうがない。撃つしかない。えい。やばい。あ、踊ってなかった今！踊ったよね！待って！今踊ってたよね！じゃあ、じゃあ、組長、運ぶか。組長直して、ダンスミストやろう。っていうことで、もう一回、佐久間商事行きます。はい、佐久間商事行って、ダンスミスト買おう。混乱薬とかもちょっとね、気になるよね。あと、ビッグフェイスミスト。これ絶対、絶対おもろいやん。よし、じゃあ、組長一回病院連れてってあげよう。わざわざね。よーし、すいません。お医者さん、ちょっとね、びっくりするかもしれないんですけど、この子直してください。3000円ありません。お金ない、どうしよう。え、なんか、え、警察、びっくりした。なんで警察？おはようございます。この状況に突っ込まんのかい。ねえ、私、組長持ってるけど、何も突っ込まんの警察。ねえ、まあ、いっか。じゃあちょっとここお邪魔しようかな。
お金ないかな、お金。うわ番犬顔怖っ。結構しっかりしてそうな感じするけど大丈夫かな。まあ、いざとなったらこの組長差し出すかね。お金、あれ組長消えた。え、待って組長消えたんだけど。え、組長、お金と、よっしゃ2000円手に入れたぜ。よっしゃ男子高校生の2000円手に入れたぜ。良い子は真似しないでくださいね。よーし、せっかくな。ちょっとねえ、警察官、私今お金2000円盗んできましたけど、何も言わんの？あ、職員室いいじゃん、職員室。ちょっと皆さんちょっとビッグフェイス見、あれ、やばい、過呼吸になる。ちょっと待って、ね、もうこれどうなってんの。いや、ロボットまでちゃっかり頭でかくなってるけど、君違和感ないんよ。待って、これビッグフェイスの状況で混乱薬したらどうなる。いや、私が飲むんかい。あー、フジコって何。たま落ち着け。どうなっとる。いや、まいや、ちょ、ストップ。ストップ、あげるで。混乱薬あげてみよう。あ、ごくごくおいしい。あ、どうなる。オーケーオーケー、一緒にやろう。一緒に暴れようじゃないか。フジコって何。やばい、これはやばい。みんな、あー無理、死ぬ。オーケー、一回ちょっと待って、みんなここでダンスしよう。待って、みんなマジでこの動画無理、過呼吸になる。え、ちょっとみんなさ、もうちょっと距離取ってくんない。そうフォーメーション。無理。じゃあみんな、あ、じゃあ行きたいところあるから、さらばじゃ。ひまわり組行ったんですけど、ちょっと桃組行っていきたいと思います。で、桃組がね、いや、かわいいフォントだな。なんかもう、おしゃれなカフェのフォントだけどね。ただね、めっちゃ強いらしいんですよ。だから、ちょっとね、まあ、勝てるかはわからないんですけど、まあ一応武器もあるんで、ちょっと一応潜入してみたいと思います。まあ、あの人はとりあえず一発、普通に倒していきましょう。オッケー。え？待って、え？なに、やばい。ロケラン撃ってくるの、あの人たちも。え、あの人たちもロケラン撃ってくるんですか。え、ガチ、それは聞いてない。やばい。いっちゃー、撃ち落とされたー。やばい、それはなくないかい。あ、でも、うわー、待って、しちゃう。早すぎんか、マジで。あ、みんな、そこに一人だけ濃いピンクの人がいる。ピンクボスっぽくない。どうにか近くに行って踊らせたいとかできないかな。どうしても組長に踊らせたい。お、組長撃ち落とされただと、まさかの仲間に。オッケー、この位置から降りて、すぐ相手に使うよ。これで、ダンスミスト。うわ、ちょっと待って、どう、踊ってんの、見に行こう。どうかな、待って。やった、私が見なかった光景だ。さ、行った、やばい、ほら見て、右上、私に構えながらめっちゃ踊ってんの。あれ、待って、今生徒来てない、なんで生徒いんの。じゃ、ここでアイテムまた使ってビッグフェイスミスト。あみんな立ち上がって踊るんだ。そうだ、いた。はい、ということで今日の動画は以上です。少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした、バイバーイ。おちたまん。